桜大好き、お散歩大好き、親父でございます。はい、毎年恒例のね、穴場のお花見スポットにね、来ました。もう3年、4年目ぐらいになるかな。毎回楽しませてもらってるんですけども、まあ家からね、そんな離れてないんで、仕事の帰りがけにね、逐一桜の状態をチェックしてはいたんですけども、今日チェックしたところね、もうほぼほぼ今のこの通りから見える段階はね、もう満開じゃないのかなと、そういうような感じがしたので、お花見散歩したいと思ってね、やってきました。ここはね、いくつか見るスポットがあるんですよね。向こう側のラインだとかね、こっちのラインもね、2段目ラインと上ラインとあってね、一番上の3段目ラインがとても綺麗なんですけど、まあ下も行けるんですけどね、まあ定番通り、通常通りね、2段目のラインからちょっと行きたいと思います。下からね、最初に見て上からね、最後に見下ろすというね、毎回庭構成とかになっちゃうんですけど、そこそこ広いんでね、まああいにくのね、この曇り空なんですけども、次回行けるかなっていうところがね、雨マークがついてやってるんですね。なので今日もちょっと用事が早めに終わったので、まあお散歩しようかなと思って、雨が降っちゃうとね、よりね、ちょっと見づらいかなっていうのもありますので、ちょっとまたのんびりね、散歩していきたいと思います。もう今はね、お花見自粛かかってますのでね、こういったところでお弁当を食べたりとかね、大勢の人数で集まったりっていうのはできないんですけども、まあ、こういう人がいないところをね、歩いて、で少しでもね、桜の綺麗な様子をね、視聴者の方に届けれればなと。そしてまあもちろん体が不自由だったりとかね、ちょっと体調悪い方なんかにもね、届けばいいななんて思いながらお散歩しております。気持ちいいね。少し肌寒いっていう部分もあるんですけどもね、曇ってるんで、で風もちょっと冷たいですけど、ただね、動いて歩いていくとちょうどいいかなっていうような、そのぐらいの気温ですね、今日のところは。もう結構下の方もね、こう桜がやっぱり雨風があったんでね、散ってる部分あるんですけど、それを見たとしてもかなりいい状態でね、まあ、見れてるんではないかなと思います。まあ、毎年あげてるのでね、まあ、去年一昨年ぐらいが結構良かったかな、うん、と思いますよ。ちょっとね、足場がね、ちょっと悪いんでね、通常よりも手ぶれがあるかもしれないんですけどもね、そこはちょっとご容赦ください。これがね、青空がこう出てればね、より映えてるんですけど、でもこのグレーのね、グレーな感じのところでもね、十分綺麗ではないでしょうか。下はね、ちょっと川が流れてるんですけどもね、そこがまた水の音が聞こえてきて、で下のね、春の新緑とでも申しましょうか、そういう綺麗な分も見えてますね。ここはね、ほぼほぼね、ソメイヨシノになるのかな。鳥ちゃんが飛んでっちゃったな。しだれ桜なんかもちょろっとあるんですけど、ほぼほぼこの同じ桜がね、咲いております。いや、腕が疲れるな。そしてこちらもね、毎年恒例のね、もう根が盛り上がってね、アスファルトを突き破ってる感じですけども、しかしね、ほんと連日嫌なニュースで、まあ今日に関してはそのことはちょっと話さないですけども、まあ、そういった部分でもね、元気になってもらいたいなというところでございます。いやー、ちょっとね、足場が今見てもらったようにちょっと悪いんでね、手ぶれがちょっとできているのが心配なんですけど、格好とかね、ほう法華経なんていうとさらにいいんですけどね、散歩する場所によってはね、鳥なんの
もちろん品種も違ったりするんで、音という意味でもね、また違った楽しみ方ができると思います。でこういう感じでね、すごいね、キノコの幹の曖昧からね、可愛い桜さんがこう出てるわけですよ。素晴らしいね、うん、こっち側もね、こう枝が伸びてるわけです。だから高い部分にあっても目線にこう見える部分もあるんでね、そういうところなんかを見てもとても綺麗だと思います。去年なんかはね、この散歩をね、往復した上に、さらにね、歩いてそのまま別のね、動物園の方の、まあ、駐車場内、敷地入れるところあるんですけど、そこでね、桜散歩をね、さらに連続でぶっ続けてやったっていうね、すごい疲れた思い出がありますけども、少し雨がぱらついてきたね。もうね、向こうまでも続いてるのが見えるかな。ほんとフルで一周歩いちゃうとね、結構時間かかるんですよね。だからそうするともう2本じゃ収まらない、3本4本ぐらいになるようなね、そういう感じになっちゃいますよ。向こうの方まで続いてるのがね、見えるでしょうか。今回向こう綺麗だな。少しやっぱりこう見ると散っちゃってるな。やっぱり雨だったり風だったりっていうのがちょっとあったんでね、入り口の方で見てちょっと満開かなと思ったけど、ちょっと下を見てみると、下というか中に入っていくとちょっと散ってる部分もあるかな。うん、まあ綺麗は綺麗なんですけどね。どうなの？これ毎回私思うんですよ、公園散歩。まあ、普通の公園ならまだいいのかなと思うんですけど、こういうお花見に特化した散歩、まあ、チューリップでも芝桜でも、まあ、こういう桜でも、まあ、ひまわりでも何でも、コスモスでも何でもそうなんですけど、喋らない方がいいのかなと思うこともあります。綺麗だな。だから2本目はちょっと喋らないで行ってみようか、ね、2本目はちょっと静かに撮っていこうと思います。とりあえず今のところノンカットでね、行ってますよ。ちょっとね、もう今1時ぐらいなんです。で、お弁当を買って、本当はお弁当食べようかなと思ったんですけども、桜が咲いてるのを見てね、散歩に来てるんで、ちょっとお腹も減りながらなんですけどもね。で、今日また朝から用事があったんで、ご飯食べてないんで、お腹がペコペコですけども。まあでもね、空腹は最高の調味料なんてね、申しますからね。とりあえずしばらく動画撮って、で、またセブンイレブンでちょっとね、動画上げてこないといけない。昨日のゲオセールの購入品紹介を撮ったんで、そういうところもね、ちょっと動画上げとかないと。できればね、今日上げたいんですよね。ゲオセールもね、本当は今日行きたかったんですけど、まあ、はい。いや、綺麗だよ。しかし、皆さんもどうですか？近場の
こういうお花見じゃなくて桜を見に行くみたいなことはしてますか？まあ、自粛要請がかかればあれなんでしょうけど、あまり人がいないよというようなところね。散歩に行くとやっぱり気分がいいんでね。チュンチュンって言ったぞ。いや、手が疲れる。手が疲れるぞ。なんか GoPro かなんかで固定してね、頭かなんかにね。まあ頭じゃなくてもいいんでしょうけど。で、それで撮ればまあ楽なんでしょうけど。でも何が映ってるかっていうのがわかるのはね、まあ、こういってスマホのね、まあ、スマホじゃなくてもいいんですけど、画像を見ながらね、モニターを見ながら撮るっていうのがね、今何を撮ってるかっていうのが分かるんで、ちょっとしばらく黙りますか。家族がいるな。はい、ってことでね、ちょうど半分ぐらい歩いてきたかな。ただ残り半分はね、今みたいに桜が頻繁に生えてないんで、まあ向こう側歩かず、このあとね、この3段目がまた綺麗なんでね、ここから2本目は撮りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お花見はできないんですけどもね、桜散歩してみてはいかがでしょうか。はい、ということでご視聴ありがとうございました。桜大好き、お散歩大好き、親父でした。続きます。